ました。さあ板買いましたよということで、ちょっとここはダメですよ、ここは見せられません、ここは見せられません。じゃあ開けていきたいと思います。さあ開けていきたいと思いますね。板買いましたよ、新しい板を買ったんですよ。なんとなんとなんと なんとですね、もう開けんのめんです。新聞紙、新聞紙、な音が出るんで投げません、まあ、いつもの感じでしたね、私の場合はこうやってね、こうやってこうやってね、こういうの保証書もついてます、保証書もついてます。さあこの板はですねこの板はですね、型落ちです。1万8000くらいで買いました。型落ちですね。17、18だから、2シーズン前、2シーズン前のモデルでございます。2シーズン前の、モデルで、シグネチャーボードでございますね。シグネチャーボードでございます。こちらでございます。見えるかな、これ見えるかな、これこうやってやるんでしょ、こうやってこうやってやるんでしょ、こうやってやるんでしょ、こうやって冗談じゃないよっつって、ラゴですね。ラゴってハーフパイプの、ハーフパイプのスコッティラゴでございます、多分スコッティラゴ、よく知らないんですよね、その辺のこと。スノーボード事情に詳しくない人が、シグネチャーモデルを買ってみたっていうことですね、ラゴで、まあ、安いからむやみやたらに買ったわけじゃないです、シグネチャーだから、むやみやたらに買ったわけではございません。ちゃんとですねスペックなどをこう加味しまして、自分に合ってるかどうかを、ちゃんと調べましてね、こう落ち、見落としないように買ってます。ポイントはですね、まあ、僕の場合、まあ、形状ですね、形状は、譲りませんね、ツインチップで、まあ、セットバック1センチぐらいだったら範囲内ですけど、ツインチップですね、まあ、もしくはディレクショナルツインで、セットバック1センチまでの板、まあ、これは完全なドツインでございます。ツインチップでキャンバーボード、キャンバーボードで、板の長さが、だいたいいつも乗ってるのが153センチぐらいなんですけど、まあ、板の長さはもうそうなんですけど、何よりもこの水晶スタンス、水晶スタンスが自分のスタンス幅に合ってるかどうかを一番に、でサイズを選んでます。なので推奨スタンスが同じであれば155センチも乗りますし、
151cm も乗ります、まあ、それより小さい板、それより大きい板は乗ったことないんですけど、で今回はこれ 155cm で、推奨スタンスが 57cm、 例のスタンサーですね、スタンサーで僕 57cm っていう数字が出ちゃったんで、57cm が推奨スタンスという板を買いました。で、155cm と、今まで履いたことのある板のサイズで収まってるんで、これを買いました。ここまで自分の条件を満たしてですね、でここまで、あ、まだ条件がありました。もう一つ、あの僕が一番こだわるのはこのソールですね。ソールが、シンタードでそこそこ走るものですね。そこそこ走るっていうか、あのワックスの浸透度ですね、ワックスの浸透度が、まあ、要は数値化されたものがそのシンタードの何番番号って言うんですけど、まあ、これはなんかよく分かりませんけど、 PP なんちゃら 何百番何千番とかそんなんで、あ、ちゃんとあの理にかなったソールなんだなということで、買いました。だからソールも、自分の要件を満たした板でございます。それがなんとですよ、1万8000円です。ラッキーでしかない。もうなんかあんまりねこだわらないんですよ、道具に関しては。まあそこまで板が何センチで、推奨スタンスが何センチで、ソールが何センチで、ツインチップでとか、まあそれはこだわりだろうって思う、あるかもしれないですけど、なんかあとはなんかメーカーによっての乗り味だとか、硬さがどうだとか、ここのトーションの硬さが、フレックスの硬さがどうだとかはこだわりません。硬くても乗りますし、柔らかくても乗ります僕で、まあ、乗ってみてですね、さすがにちょっと乗れないなっていうのはなかったですね。ディレクショナルボードを乗った時には硬いし、なんていうんですかね、ターンがしづらかったんで合わないなって思いましたけど、ということでこれ今度あの乗ってみる、まあ、チューンアップ出した方がいいのかな、チューンアップに出してプレチューンって言うんですか、プレチューン、まあ、自分でやってもいいんですけど、プレチューン、まあ、調べて自分でできそうだったらプレチューン自分でしますけど、まあね、専門のショップに頼んだ方がいいのかなと思ったらショップに頼んで、まあ乗れるまでちょっと時間かかると思うんですけど、プレチューンして、乗ってみたいと思います。ちょっとあれですね、まあ、今これが今乗ってる板ですね、スクーターのルクソン、わかりませんけど、スクーターのルクソンですね。で、これは153センチで、ツインチップでキャンバー、推奨スタンスが55センチで、まあスタンサーで57センチで乗ったんですけど、まあ、乗りやすかったんですけど、あの足がここが痛くなっちゃうんですよ。ここはスタンサーの57センチで乗ってるとここが痛くなっちゃうんで、まあ、ブーツの、まあ、ブーツっていうか、まあね、ちょっとスタンス広げてこうやってるわけですから、ブーツの当たりどころもちょっと変わったりして、それで疲れたっていうのと、あと、まあ、スタンス幅がちょっといつもより広いっていうので、ちょっと疲れたっていうかね、なんか痛くなるんだよね。で、ちょっとやめようと思って、あの55センチ戻しました。戻しましたというか、板の推奨スタンスにしました。55センチ。で、スタンサーやる前は53センチとかだったんですよね、僕のスタンス幅って。結構狭めてた。推奨スタンスがこれ55センチだったんですけど、まあ俺にとっては、ちょっと広いんで、こう 1.5センチ、2センチ狭い53センチ、これだから52センチで乗ったのかな、ち
ょっと覚えてませんけど、まあ53とか52センチで乗ってます。で55センチ、あれこれ55センチ、もうちょっともうその辺よくわかんない、もう分かんない、とりあえずこれ55センチですね。で、まあ正直だんだん分かんなくなってきましたね、自分のセッティングっていうのは。で、まあそれに気づく前にこれ買っちゃったんで、57センチは足痛くなるっていうのに気づく前にこれちょっと買っちゃったんでちょっと不安なんですけど、でもまあこれ推奨がこう2つなんですよね、2つある、確かでも推奨は57センチだったと思うんですよね、こう外側ですね、外側を使うと57センチ、内側を使うと55センチなので、まあ、結局はあの自分のこの乗りたい方両方ギリカバーしてるってことですね。でもう一つちょっとこうあの乗る前からここがウエスト幅何センチ、ノーズ幅、ユーコエッジの末端部分のノーズ幅、テール幅何センチとか、あと何ですか、このキャンバーの度合いですね、キャンバーの度合い何センチで表現するのかはちょっと忘れちゃいましたけど、これは、1センチとか、もう本当ほとんど一応1センチぐらいのこうたわみがしなりがあるんですけど、まあ、ほとんどフラットに近いですね。だからキャンバーはそんなに強くないで、でそういう数値を見ればもう板に詳しい人とかはもう乗り味が大体分かってきちゃうと思うんですけど、まあ、僕はちょっとまだちょっとあんまりそういうの詳しく乗ったことないんで、でこのルクソンはもうドキャンバーですね、うーんとこうキャンバーしなってるキャンバーボードです。これぐらい同じキャンバーでも、そうですね、やっぱ1センチぐらいの差があるんで、でこう合わせてみたんですけど太い、ラゴは太いですね、これラゴは幅が、ウエスト幅もスクーターよりいつも乗ってる板より5mm、いつも乗ってる板より5mm 太いで、ノーズ幅ユーコエッジですね、ユーコエッジのところの5mm、 もうちょっとあるから 7mm ぐらい、7ミリぐらい太いですね。5ミリ太くて7ミリ太い、かつ2センチ長い。なので多分乗りにくいかな。俺にはちょっと大きすぎるかもしれないですね。でもそれをですよ、それを感じさせなかったら俺スタンサーすごいなって本当に思うな。でまあ、なんでここに板を置いてあるかというと、ちょっと今からこれあのワックスする。でこれはちょっと自分でやるかお店でやるかちょっと考えてからやるんで、自分で手を負って施しだとあのプレチューンやってくれないお店とかあるんで、本当にこう真っさらな状態じゃないとうちはやりませんっていうお店があると思うんで、ちょっと考えてからこれはいじろうかなと思って、これはちょっとまだバンバーンってぶん投げたいところなんですけど、大きな音が出ちゃうんでやりませんと。でこやつ、これ笑っちゃうでしょ、この板、言わずと知れたファントムインザサンです。激安ボードですけど、スペックはあのハイスペックですよ。でちゃんと走る板、ハイスペックなのかな、単純構成のすごい、これもキャンバーがちょっと弱いで、ふにゃふにゃ、しかもふにゃふにゃ、ふにゃふにゃですね、まあ、だからまあ乗りやすいんですけど、
グレイですよ、グレイ。グレイって書いてある。ドツインで推奨スタンスが58センチ、58センチですよ。ラゴより1センチ、ラゴより2センチ板短いのに推奨スタンスはラゴより1センチ広い。この辺がまた面白いところですね。なぜでしょう。このカーブの施しがきっとあるんでしょうね。カーブの施しが、まあ、そういった関係と、あとこうテンションもね、テンションフレックスのかかり具合で、まあ、ここに乗った方がいいですよって多分決めてるんだと思うんですけど、58センチ、ちょっと広いよねこれは。でも板が走んなくて、板が走んなくてずっと乗ってないんですよ。もうこれ走んない、シンタードのくせに走んない。なぜ走んないか、これ毛羽取りしてないんですよ。サンディングしてない。だからチューンすれば走るようになると思います。でもこんなに板あるのにね、クエスト用にしちゃおうかなって感じですね。これはクエスト用に、まだクエスト行くんかいって話ですけど、そんな感じです。いいお買い物です。あれあれ、これダリングしてありますね。あ、すごい、ダリングしてある。ちゃんとここからはちゃんとエッジあります。ここはちゃんとエッジあるんですけど、末端部分から先はなんとエッジが丸まっておる。え、ダリングはしてあるものなんですか。普通はこれダリングしてありますね。素晴らしい。1万8000円ですよこれ。ダリングしてあるんですけど、じゃあもしかしてこれチューンしてあるのかな。これチューンしてあるかどうか見れる人っているの。ちょっとこれはショップにちょっと見てもらうかな。見てもらう。まあ一回これでちょっと乗ってみますか。バックス入れてね。